上海クラブビルは中華人民共和国上海市外端地区に位置する建築物。三階建ての新古典主義風の会館であり、かつては上海特派員クラブという名称であった。上海クラブは1861年に英国が建築した三階建ての赤レンガ造りの建築物であり、1905年に再建されたものである。その後旧会館は解体され、 1910年に再建された際に鉄筋コンクリート製の新古典主義建築に建て直された。1階の大きいダイニングルームは白と黒の代理石吹きであり、入口の階段はシチリア産の白大理石で作られた。上海クラブビルのズイニリス新酒会は1920年から1930年の上海で最も高級なクラブであった。入会費用は125ドルで、 月間回避は9ドルだった。アメリカ大統領、ユリシーズ・グラントは1879年に上海を訪れた際にイギリス紳士会に接待を受けている。2階部分はロングバーとして有名であり、マホーガニーの110.739フィートの L 字型のバーが設置されていた。一時期は世界で最も長いバーとしても有名だった。バーの横には喫煙室と図書室。 反対側にはビリヤード室があった。2階部分と3階部分合わせて40のゲストルームがあり、この部屋は後にドンファンホテルとして使われた。1971年から1998年までは東風飯店という名でホテルとして使われた。この間、1990年から1996年には館内にケンタッキーフライドチキンの上海1号店が入っていた。 東風飯店の閉鎖後はしばらく放置されていたが、その後改装され、ヒルトン系の最高級ホテルブランドである、ウォルドルフ・アストリアが2010年10月に開業した。1911年製の手動式エレベーターが今も使われている。世界一長かったわ。ありがとうございます。